のコーヒー好きの皆さん、こんにちは。コーヒー塾塾長のトマです。今回なんですけども、こちら、アラビカコーヒー、紹介したいと思います。アラビカコーヒー見たことあるでしょう、このパーセンテージ。なんかインスタで見たことあるかもしれない。はい、京都でめちゃくちゃ有名なコーヒー屋さんなんですけど、うん、京都だけじゃないですよ。全世界に142店舗を運営しているコーヒー屋さんなんですよ。142店舗、とんでもないコーヒー屋さんなんですよ。142はすごいな。結構京都にしかないと思われてる方も多いと思うんですけど、うん、僕もこんな店舗展開してるコーヒー屋さんと思ってなかったです。まあ、しかもこれ元々京都でアジアミックスという会社、そこが運営してるんですよ。で、香港、中国、シンガポールとかもなんかいろんな国にあるんですけど、とにかくおしゃれなんです。どの店舗もおしゃれで、店舗が入っているところがやばいんですよ。京都でも清水寺の近くとか、あ、一等地なんだ。嵐山、あ、最高。しかも川見えるとこ、マジで。そこでラテアートを書いてもらったりとか、スレイヤーっていうめちゃくちゃかっこいいエスプレッソマシンがあるんですよ。あの温度調整とかもできるめちゃくちゃいいやつなんですけど、それの代理店もされてるんで、すごいな。もうとにかくすごいんです。しかもうまい。なんかさっき SNS 見たらドバイとかにも店舗あるんですか。ドバイでやっちゃってるらしいですね。ドバイめっちゃ店舗あるらしい。マジで。中国が一番多いから確かっていう、まあコーヒー屋さんなんですけど、しかも今回紹介させていただくコーヒー豆は3種類あります。全部90プラスのコーヒー。あれ90プラスってなんか聞いたことある。はい、もともとアメリカ人のジョセフさんっていう方がエチオピアでめちゃくちゃ美味しいコーヒーを作ろうって言って始めた会社なんですけれども、まあ、世界大会で使われたりとかしてめちゃくちゃ有名になったんですよ。今はエチオピアから撤退されてパナマでそういうことをされてるらしいんですけど、まあちょっともういろいろ言ってもややこしいんで、とにかくこれ飲んでみましょうということです。そんな激レアマンだ。めちゃくちゃ激レア。おそらくこれエチオピアの時のやつなんです。この名称ついてるやつ全部エチオピアのやつなんで、今もう多分手に入らないんじゃないですか。っていうやつです。今回かなりヤバい豆じゃない。ヤバい。しかも安かったんですよ。安かったんですよ。まあだからちょっとロットが古いかもしれないんで安いと思うんですけど、まあ、それでも90プラスこの3種類飲めるってむちゃくちゃレアなんで、まあ、今回この味わいをね徹底解説させていただいてですね、気になった方はオンラインショップで買ってみてほしいなと思います。それでは早速いつもの豆皿タイムからいきましょう。それでは豆面タイム行ってみたいと思います。こんないいコーヒー豆を紹介するのにめちゃくちゃコーヒーこぼしてるっていう、ね。はい、豆はねしっかりと紹介させていただきたいと思います。まずこちらケムギン90プラス。ケムギン2009年にエチオピアの首都アディスアベバ西部にあるネケンプテという地区で収穫されたコーヒーに影響を受け作られたプロファイルです。非常にクリーンでシトラスや軽めのフルーツなどの生き生きとした味わいに由来します。ラインナップ唯一のウォッシュドプロセスです。で続いてこちらがネキセ。豆皿こんな感じです。90プラスネキセ、クリーミーなマウスフィールが特徴的です。濃厚なベリージャム、シトラス、トロピカルフルーツを連想させるプロファイルよりネクターフロムシャキッソと意味合いを込め名付けられました。ネクターは果実をすりつぶして作られるソフトドリンクの一種。このネキセってネクターから来てるんですよ。へえ。なんか一回佐田浩二さんの動画でも名前出てきたよな。この中だったらネキセが一番よく聞く名前なんじゃないかな。うん。で最後が90プラスハチラ。90プラスハチラ、エチオピアのアリチャという地域で行われたとあるプロジェクトから名付けられた造語。完熟メロンやアプリコットのような風味を感じ、フローラルでフルーティーなコーヒー、苦味や酸味といったくくりで説明するのは難しく、口の中に広がる香りはまるで紅茶のような味わい。どうすか。楽しみすぎる。めっちゃくちゃユニークなフレーバーっすね。うん、メロンとか紅茶とかなんかもう分からへん、ネクターとかとんでもないですよね。まあ今回は結構説明しだした情報量が多すぎていろいろややこしいんで、とにかくハンドドリップ入れて飲んでみます。アラビカコーヒーさんについて話そうと思っても1日かかるし、90プラスについてまた話そうと思ったらもう1日かかっちゃうんで、今日は10分ぐらいの動画にまとめてね紹介したいので、こんなもんにしておきましょう。それではネキセを入れていこうと思います。いつもの入れ方で入れていくんですけど、計4等で入れていきます。今日はダイレクトにコーヒーの味わいを感じてみたいので、まあ、シンプルに入れていきます。では行きましょう。しっかりねコーヒーの味を出してあげるためにスピンをしてあげますと。
まあ、結構引いた時の香りはすごくフルーティーな感じの香りがしました。はい、入れ終わりました。残り2つもこれから入れて飲み比べしていこうと思います。まずは90プラスケモギンからいただきます。これがこのラインナップ唯一のウォッシュドプロセスの非常にクリーンでシトラスや軽めのフルーツなどの生き生きとした味わいがあるそうです。じゃあいただきましょうか。はい、サルス。昔飲んだネキセを想像してたからまだなんて言うんだろう、衝撃に備えてた分まだまだ大丈夫やったけど、すごいねっとりした感じの変わった味ですよ、ね、うん、分かれない味、ねっとり感、まあ古い味出てるけどね、正直。でもやっぱこう90プラスっぽい変わった感じのフレーバーはありますね。確かに特別感あるな。じゃあ次ネキセいってみましょうか。はい、ネキセ。これが濃厚なベリージャム、シトラス、トロピカルフルーツを連想させるプロファイル。これね、香りも一つだけかなり特徴的でした。じゃあ、いただきます。お。お。ズキュンって感じだね。なんか、弾けるよね。なんやろこれ。飲み込んだ瞬間に、もう体中に、バシーンとなんか広がる、うんうん、すごいいい豆飲んだ時の衝撃感あるよ、あるあるある、な、体にこう衝撃が走るような、これ新鮮な時に飲みたかったな、うん、これ生豆取れたての時とかやったらもっと多分あったよ多分、うんうん、こっちのネキセは衝撃がすごい、衝撃波が来る、うん、こんな感じです、うんうん、続きましてハチラいただきます。これが完熟メロンやアプリコットのような風味、フローラルでフルーティーなコーヒー。いただきます。メロン感ね、あるね。これは一番なんか心地いいコーヒーって感じかな、うんうん、ちょっと落ち着くというか、うん、まだすっきりめに入るんじゃないか。確かにこの3つの中やったらねっとり、衝撃、すっきりって感じ、うんうんうん、書かれてる通りのフレーバー特性っていうのがしっかり出てて、今まで感じたことない特徴が全部ある、うんうん、しかも全部別、確かに確かにめちゃくちゃ面白い、他にない特別感のあるフレーバーって感じ、うん、今この90プラスの新しいやつを買おうと思ったらむちゃくちゃ高いんですよ、うん、あ、そうね、あんまもうないんですよ日本で、まあ、数年前とかは SCAJ とかにブース出されたりしたんですけど、もう今はもう日本ではあんまり大々的には販売されてないみたいで、なかなか手に入らないんですよ、はいはい、これに関してはおそらくロットが古いものになるんで、まあ、味わい的にもね若干こう古い味したんですけど、正直なんですけど、まあかなり安いですよね、うんうん、90プラスは考えれない。でもほんまに感じたことないフレーバーやった、だからすっごい勉強なのこれ、うん、結構今アラブの方とかでも売ってるみたいですね。アラブ、もうなんかめちゃくちゃいいコーヒー豆をアラブの王族たちが買ってるかもしれないですけど、っていう情報をちょっと聞いたりもしました。なるほど、まあ、それぐらいもうユニークなフレーバーを持った、唯一無二のフレーバーを持った超高級コーヒーというか超高価格帯の特別なコーヒーイメージ90プラスは、うんうんうん、だからこれ90プラスさんの話をしだすと90プラスさんのメインの話になっちゃうんですけど、今回アラビカコーヒーさんですからね。いやそうですねこれに関してはお店で出されてるかは知らないですけど、うん、お店で出されてるやつもうまいですからね、うん、あ、ジュクジュク行ったことあるね。何回も京都好きなんで結構行くんですよ、うん、一人で行ったりするんですけど、うん、カフェ巡りというか、まあ、あのコーヒー屋さんあったら入ったりするんですよ、うん、観光地のめちゃくちゃいいところにあったりするんで、うん、嵐山も行ったことあるし、うん、大丸のところに入ってたところも行ったし、うんうんうん、あと清水寺のところ、うんうんうん、あそこも行ったし、僕最後に行った時はエチオピアのエスプレッソで出されてました、ね、いつ行っても行列で、あ、美味しい、お店おしゃれ、ラテアート上手、店員さん丁寧みたいな、へ、まあ、それは並ぶよねっていうね、うん、
確かに飲んだことないけど、うん、インスタで見たっていう友達結構多かった、うんうんうん、だから結構な知名度が来てるんじゃない。うん、ちらっとネットで見たんですけど、このパーセンテージっていうのが、うん、なんかコーヒーの木にチェリーがついたみたいなイメージらしいですよ。へー、ちょっと行ってみたいな。オリジナルグッズとかもいろいろ売ってはるんで、まあ、そういうのも買うのも一つの楽しみですよね。うん、まあなんか焙煎所もちゃんと日本にあって、なんか京都のちょっと離れのところにあるらしいんですけど、まあ一応スタッフオンリーでなんかそこで焙煎されていろんなところに送ってるみたいな。なるほど。なので多分今回もそこで焙煎されてるかなと思うんですけど、焼きたてを送ってくれはりましたね。うん、ちょっと今回のロットに関してはむちゃくちゃ珍しかったし、うん、まだあるんやみたいな感じで買ったんですけど、うんうん、まあね、若干ね後口にこうちょっと古い味がしたりとかするんですけど、この90プラスの特別な味わい、しかもむちゃくちゃレアな今絶対手に入らないコーヒーがこのアラビックコーヒーさんのオンラインショップで買えますので、気になった方はぜひ概要欄の方から見てみてください。先ほどちょっとオンラインショップを見たら他にもなんかいろんな豆があるんで、うんうん、ね、そっちもちょっと見てもらって。そうですね、そっち買ってついでにこれ1個だけ買ってみるとね、うんうんうん、ありがと思うので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー好き集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども概要欄にございますので、ぜひご覧ください。コーヒー塾のコーヒー屋さん、熟しーコーヒーロースターズのオンラインストアではスペシャリティコーヒー豆を販売中です。塾長が認めた品質の豆だけを新鮮な状態でお届けいたします。詳しくは概要欄。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。